神戸市立多摩松中学校は、兵庫県神戸市西区田松町今津万願い寺にある、公立中学校。学生改革により、神戸市内で最初に新設された、中学校の一つ。略称は、多松中。校区の南端は隣接する赤市との境界に及ぶ。交渉は、摩松という地名の由来ともなったまがたまをあしらった、デザインとなっている。 思いやりの心を意味する神女の言葉をもとに、自立、創造、協調を校訓とする。校内にはそれぞれ神女の言葉と校訓が刻まれた二つの石碑が置かれている。一部の教科では、成績の劣る生徒に対して、別室での少人数授業を実施している。体育における武道の授業では、毎年柔道を学ぶ。 部活動は全員入部制で、すべての生徒がいずれかの部に所属している。また、平日の下校時刻は午後5時45分に統一され、大会前などでも変わらない。日の短くなる冬場は下校時刻を段階的に早め、最も早い時期で午後4時30分となる。各教室にエアコンを2台設置している。身体測定では、非常に珍しい山学年同時進行で1日で、 終了。体育会はほぼ毎年市内の中学校で最も早く行われる。そのため、体育会までは、体育と多教科を振り返って集中的に、体育会に向けて練習し、その後しばらく体育の時間が多教科に当てられる、変則的な時間割となる。微笑み大会は学校を開放し、持ちつき、レクリエーションなどを通じて、地域の住人との親睦を深める。 小学生は一部の部活動を見学、体験できる。ありがとうございます。